今度はあれですかね、6ページですね、6ページ、大衆の形成と大衆の肥大化ということでいきたいと思います。大衆、まあ、我々ね、ごく普通に使っている言葉ですけど、あんまりね、気にかけないで使ってきたかと思うんですね。で、工業革命、あるいは産業革命ですね、その結果として大量の労働者が誕生してきました。まあ、ここら辺はまあいいと思いますね。そして強力な労働組合とか労働運動の存在しないところでは階級意識は育ちにくいって、これね、私も若い頃あんまりこういう感覚分からなかったんですが、もうね、50歳過ぎ、60歳過ぎ、70歳過ぎってやってるうちにね、やっぱりね、こう労働者としての意識なんていうのはね、結構ね、きちんと労働組合があって、労働組合が活動してないところではね、育たないなっていうね、普通にしてるとやっぱりこういう意識なくなっちゃうんですよね。で、そんな意識を持たないといけないかというと、それもよくわからないんですけども、ただどっちにしろ自分が労働者なんだっていう意識はかなり意識的に追求してないとなくなっちゃうもんだなっていうことはね、感じているんですね。で、普通の人はその結果何になってしまうかっていうと、大衆になっちゃうんですよね。大衆の人になっちゃうんです。大衆っていうのはどうかって、たくさんいてですね、でみんな同じように考えてて、みんな同じように行動してですね、好きなものも嫌いなものも大体みんな同じってやつです。そしてテレビが出てくるでしょ。昔はラジオで、テレビがさらに出てくる、パソコンが出てきてって、そうなるとそういうような道具が出れば出るほど、ますます普通の人の意識、考え方、行動様式、どんどん似てくるんですよね。で、1920年代、今日の話、ファシズムの生まれてくる時代というのは1920年代なんですが、あの頃ようやくラジオがそろそろ出るか出ないかというぐらいだったんですよね。で、ラジオが出てきてもまだまだ持ってる人はですね、結構お金持ちでっていうくらいでした。でもラジオがだんだんに普及していって、どこの家庭にもラジオが入ってくるようになると、ラジオというのはすごいですよね。どこの家にも、例えばアメリカの場合、ニューヨークにいてもロサンゼルスにいてもサンフランシスコにいてもダラスにいてもですね、同じ放送を聞けちゃうわけですよね。で、これってすごいことなんですよね。で、リンカーンですね、第16代大統領のエイブラハム・リンカーンの時代、リンカーンの演説は直に演説会場に行った人でないと聞けないわけですよね。で、行った人はですね、ああリンカーン、エイブラハム・リンカーン、すげえ、ああいうことを言ってんだとね、The government of the people, by the people, for the people と言ってね、ともう感動して帰ってくるわけですよね。だけど、もう教科書にも人民による人民の人民のための政治なんていうのに載ってて習っちゃって、それで、それがまたラジオで放送されてなんていうと何とも思わなくなっちゃって、でそういうものとして受け止めて、だからこの人民の人民による人民のための政治っていうことが、もうなんかこういっぱいあるいろんなどうでもいい情報と一緒ごたになって頭に入ってくるだけですね。で、頭に止まらないかもしれないし、止まるかもしれないしっていう、そういうものになっていっちゃうわけですね。で、もし全く考えてもみなかったような The government of the people, by the people, for the people っていうこと、もし、しかもそれもですね、あそこで今リンカーンが喋ってるっていうのはね、直に聞いた人ってものすごく感動してね、もう生涯忘れられないっていうようなもんだったと思うんですが、もうそんなもんじゃなくなっちゃうんですよね。ああみんな聞いてるよね、ほらラジオで言ってたでしょって、こういうふうになっちゃうわけですね。で、こういうわけで人々の意識とか考え方の形成のされ方がですね、全然違ってくるわけですね。俺はリンカーンの演説会行ってきたんだって、もうね100人あるいは1000人あってもね、いやお前はすごい、いや俺も行ったことない、俺はリンカーンの顔なんか見たこともないって、そんなのばっかりの中に俺行ってきたっていう、もうそれだけがもう一つのですね、自分のプライドになっちゃうような時代だったわけですが、それがですね、ああリンカーン名前聞いてるし、ああこの間ラジオで聞いたよっていう、こういうになってきちゃうっていうですね、これやっぱり大きな違いですね。で、昔はだから大衆っていうのはいなかったんですよね。大衆で、今ねマスっていうね、MASS って書くマスなんていなかったんですよ。そこらね、マスっていうのは出てきちゃうようになったんですよね。やっぱり非常に大きいのはこのラジオっていうのはあったんだろうなと思いますね。で、ちょっと6ページの上の方に戻りますが、労働組合がなかったら、こういう階級意識、自分は労働者だっていう意識もね、まあ普通だったら持てないでしょうね、やっぱりね。で、労働者というのは単純労働を延々と続けるわけですよね。
で同じような判断基準を、同じような思考様式とか同じような行動様式とか、こういうのはだんだんですね、工場でやってるとある程度育ってくるわけです。でだからそういう意味では特に労働組合がないようなところでは、あるいは労働組合が活発に活動してないようなところでは、やっぱり労働者ももうこれだけで、大衆になっていっちゃうわけですね。当初はですね、社会主義の党だったファシスタ党とか、あるいはドイツのナチス党なんかもそうなんですね。こういうのはみんな最初は社会主義者の党として生まれてるんですよね。それがですね、だんだんにそうでなくなっていくっていうのはどういうことかっていうと、やっぱりね、労働者としての意識っていうのはよっぽど意識的に追求してないと身につかない、あるいは育たないっていうことだと思いますね。そのためにですね、変わっていくのが自然だったんだろうと思うんですね。だからその社会主義の党からファシスタ党になり、社会主義の党からナチス党になっていくっていうことは、いわゆるナチス党になっていくっていうですね、それはある一つの必然性があったと言っていいと思うんですよね。でここにですね、強烈な先導者が現れれば、先導者を得た大衆ってことになって、大衆そのものはですね、大衆なんですから、同じような人としてあっちもこっちもどこにもいるってことで、それ自体は社会を動かすとか影響を与えるっていう力はないと思うんですが、まあ、ここに有力な先導者が出てくると、ね、具体的に言うとイタリアの場合にはムッソリーニ、ドイツの場合にはヒトラーですね。これが出てくると、これが急激にですね、形を取ってくるようになる。これがイタリアのファシスタ党、ドイツのナチス党だったと言っていいと思うんですね。でこれはまだラジオのなかった時代です。ラジオがなくてもこういうことはあり得るんですね。で、まあ、ラジオあったっちゃあったかもしれない。だけどね、どこのうちにもラジオがあって、みんながラジオを聞いてるっていう状態になるのはやっぱり1930年代入ってからなんですね。割に新しい話なんですよ。1920年代っていうのはまだね、おお、ラジオ聞いたことある、すげえなっていうね、そんな感じでした。私は子供の頃、こう結構年配の人がいると思うんですが、お相撲はあれですよね、電気屋さんに見に行ったでしょね。今日は若乃花と栃木式がやるとか言って、もう学校の帰りに電気屋行って、電気屋の前、暗闇の人だかりになって、どこのうち行ったってテレビなんかないもんですからね、そうやって見たもんでした。でテレビが普通のうちにないっていうことは、やっぱりね、うちに帰っちゃえばみんなそのうちなりのね、お風呂の味で、育ってて、でお風呂が違うと、そのお風呂の味もそれぞれ違うっていう。ところがですね、テレビが入って、それでお袋はですね、お袋の味という形で料理するんじゃなくて、スーパーマーケットで売ってるものを買ってくる。どこのうちでも同じようなものを食べてですね、どこのうちでも同じようなものを見てですね、どこのうちも同じようなものを見てって、そういうになってくるっていうのは、やっぱり割に最近の話ですね。ここ50年ぐらいの話だと思うんですよね。でこのね、ラジオが登場してきたっていうのは結構大きかったというふうに言っていいと思いますね。でラジオが登場してきて、結構社会に大きな影響を与えるようになったのはいつ頃っていうと、実はナチスが政権を取る頃と相前後してるんですね。ムッソリーニはその前に政権を取りましたけども、ムッソリーニが本当に大きな力を持つようになったのはラジオが普及してきた頃なんですよね。それから後の方でちょっと触れますけれども、8ページの後半にイスパニアの場合って書いてありますね。通常スペインって言ってる国ですけども、このイスパニアの場合も1936年に人民宣戦内閣ができて、これと喧嘩しながらですね、1939年にフランコ政権で、ちょっとヨーロッパで遅れた国だったので、ようやくラジオがですね、普通の人の身近なものになっていった頃なんです。つまりね、ラジオなんてね、なんでって思うかもしれないけど、あんなものが実はね、人々の意識にものすごく大きな影響を与えてたってことなんですね。でラジオがなければ、まあ皆さんちょっと想像してみてください。テレビはもちろんね、スマホもパソコンも一切何もなしでね、新聞しかないというね、状況で人々の気持ちどうなるか、人々の思考とか判断基準とか、もうかなり違ってたと思うんですよね。それこそみんな違ってみんないいっていうのがありますよね。あれ言ったの誰だっけな、金子みすゞだ、そうだそうだね、あれです、金子みすゞが言うように、みんな違ってみんないいって、そういうようなのが、これが別に あえてあんなこと言わなくたって、あれが当たり前だった。それがね、今考えてもみんな違ってみんないっていうのはすごい新鮮に聞こえるでしょ。そういうになったっていうのは、やっぱりね、最初はラジオなんですよね。その次にテレビが出てくる。テレビっていうのは何ていうことだよ、もう今の天皇がね、
結婚する頃ですよね。あれで一気にわーっと広がんで、僕も覚えてますけども、うちなんかテレビなくてね、あ、そうか、さっきね、相撲の話しましたけどもね、土地認識が出るとか、若野花が今日も出るとか言ったら、もう学校抜けてその時間に間に合うように電気屋に行って見るというね、うんでしたね。であとはもう、で相撲の試合が終わっちゃったらもう家帰っちゃって、家帰ったらもうテレビなんかないわけですから、もうどこのうちもそれぞれみんな違ってみんなそれぞれっていうね、だから世の中の人がみんな同じようなものを聞いて同じように考えるっていうことはなかったわけですよね。だからね、やっぱりね、こう考えると、ここね、何十年かの間に世の中すごく変わってきたと思うんですね。で、そういうことで、ちょっと話、6ページに戻りますが、ラジオが登場することによって、みんな同じような判断基準を持って、同じように行動してっていうふうになってくるわけですね。で、こういうような中で、このナチズムを形成されていったということですね。で、これがさらに継いでながらということですが、テレビがますますそれに拍車をかけるようになったと。でさらにパソコン、そしてスマホっていうふうになってくるわけですね。これが6ページに書いておいたことです。で、7ページの方、細かいことはまた各自読んでおいてください。7ページの方に行きますが、近代的個人と、それからこの現代もみんな近代的な人間だと皆さん自分のことを思ってると思うんですよね。だけど意外と皆さん危ないんですよ。近代的な人間から遠ざかってるんだっていうことをですね、これから見ていきたいんですね。もうちょっと前の50年前とか70年前の人の方がもっと近代的な人だったかもしれないということをね、知っとかないといけないっていう意味で書いたのが7ページになります。で、近代的な個人というのは、これ繰り返しこの講座でもね、何回かお話してきましたけども、自分で考えて自分の意思で行動して、結果については自分で責任を取る、これが基本なんですよね。で、こういうような考え方っていうのはルネッサンスを短所にしながら宗教改革の時代にこう形作られてくるんですね。で、宗教改革っていうのは表向き宗教に名を借りた改革、リフォーメーションって言ってますけども、これはあれなんですね、実態は革命ですね。ドイツ語で言うとリフォーマツヨーンっていう言い方しますが、これは穏やかな言い方してるだけであって、本当はリボルツヨーンなんですよね。革命なんです。もう宗教革命って言わなきゃいけない。でもね、革命っていうとね、教会の牧師さんたちびっくりしちゃうから、神父さんたちびっくりしちゃうから、すごく柔らかい形で革命じゃなくて改革って言っただけで、実態は宗教革命、宗教を通した社会革命なんですよね。社会革命、社会全体の意識を変えていくっていう大変革、これが宗教改革でした。宗教改革何年ぐらいやってたかってね、今年がちょうど500年だって言われてるんですが、たった1年のちょっとした事件だったと考えちゃ大間違いなんです。ちょうど500年前、1517年の10月の30日にですね、マルティン・ルターがですね、教会の壁にベラッと90何か条かの95か条ですか、クレームをつけて貼り出したっていうのがきっかけだと言われていますが、あそこから始まって実際何年やったかって、宗教改革130年やってるんですよね。130年、これはね、今じゃ考えられないよ。130年間もうスタムダスタムダムやって、その結果キリスト教は大きく2つの宗派に割れちゃうんですね。カトリックとプロテスタントに割れていくっていうわけですが、まあ今はもうね、あんまり両者仲悪くはありませんけれども、当時はもう大変なもんですよね。異教徒、異端者だっていうような形でね、お互いに殺し合いをやるような、そういうふうな形になっていくのに130年かけて、もっと厳密に言うと130以上なんですよね、かけてやってるんです。だからこんな大きなね、世界史上ですね、これだけ時間かけて、これだけですね、ネチ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 社会変革やったものは他にあるかいって言いたいようなほど のものなんですね。で、そういう中で何をやったかっていうと、結局宗教改革をやった人たち、最初の口火切ったのがマルティン・ルターですね。その後ツヴィングリーだとか、カルヴァンとかいろんな人が出てきますが、そういうような人たちが狙ったことは、あれです、カトリックがいかんとか、そういうそんなどうでもいいことはない、そうじゃないんです。一番大事なことはね、俺一人大事にしてくれよっていうね。で、君一人も大事にするか、あんたも一人の人間として大事にするか、で、教会はそれやってないじゃねえのっていうわけですよね。教会は人類全体を10波1グラムにまとめて、
まあ、みんな神の子だと。私も昔教会よく通ってましたから、もう毎週毎週教えられて、今でもよく覚えてるんですけどね、子供の頃のことって本当によく覚えてて、あなたも神の子だって言われてね、で神の子だからみんな同じように思わされたんだけどね、それに対して違うと。あなたは世界たった一人のあなたの個人なんだ、で君は君全くね、世界たった一人の貴重なあなた、そっちのあなたはまた貴重な一人だ、こういうふうに考え方を変えちゃいましょうっていうことを言って、それを教会に認めさせようとするのに130年戦ったっていう、この宗教改革なんですね。でその結果、これはやっぱり強烈な戦いですから、みんな10杯1杯からげから一人一人が自立した人間ということは、一人一人の人が自分で考えて自分で行動して自分で責任を取るっていう人になっていくっていうね、そういうふうな社会に世の中全部変えちゃいましょうっていう運動を130年かけてやったわけです。でこんなことをやったらね、これがね、哲学者に影響を与えないわけがなくて、でそういう考え方を哲学者たちは思想として固めていくわけですね。これが啓蒙思想なんです。だから啓蒙思想って、ね、非常にね、読めば読むほど例えばルター、あごめんなさいルターじゃなくてルソーとかね、モンテスキューとか ああいった人たちですね、百科全書学派といわれる一連の学者たちとかみんなそうですが、とにかくね、十杯一からげじゃなくて、現代で言うなら大衆ですね、大衆としての人間じゃなくて、一人一人の人間が自分の意思を持って自分の意思で行動して自分で責任を取って生きていく、それがみんな集まって世の中があるべきなんだ、こういう考え方をですね、全部それで世の中こんなことやったらうまくいかないんじゃないのっていうのは必ず教会から出てくるわけです。そうじゃない、それでうまくいくんだっていうことをですね、逆に教会を納得させ、教会を納得させるってことはみんなが納得するってことになりますから、そういうふうにやっていった人たちが啓蒙思想家だったんですね。ヴォルテールとかモンテスキューとかルソーとかですね、ダランベールとか、こういった一連の人々っていうのはそういう人たちだったわけです。ですから人たちの考え方をずっと聞いていくと全部そうなんですよ。一人一人が大事だっていう考えなんですね。で社会全体まとまっていることが大事だっていう、こういう考えじゃないっていう、ここがこの宗教改革の成果がこう集大成された啓蒙思想の特徴を見ることができると思うんですね。そこまでやったらもうね、実際にそういう社会を作っちゃうじゃないかということになりますね。でそういう社会を作るための運動、これが市民革命で、フランス革命はそのうちの最も激しい革命だったということになるわけですね。一番最初に市民革命やったのはイギリスでした。ピューリタン革命がそうですね。でその他に日本では革命ってことは使ってないけども、アメリカでは独立革命ですね、インディペンデント、リボリューションと言ってますね。アメリカ独立革命って言って、アメリカ人は完全にあれ革命だと思ってるんですよね。独立革命でフランス革命、それからその他もいろんなもう革命がいっぱい起こりますけれども、先駆的なのはイギリス、そしてアメリカ、そしてフランスと、この3つが最も先駆的な革命ということになると思いますけれども、これらは全部その啓蒙思想をが説いたような人間の在り方、人間の生き方をですね、本当にこの社会で実現してみようとした、運動、これが、イギリスのピューリタン革命、アメリカの独立革命、フランス革命、そしてその後にいろんな各国の革命であったと、こういうことになるわけですね。で、そういうふうにしてこう近代社会にできてくるんですが、これも前もちょっとお話したことですが、7ページの真ん中辺ですね、自立した人間というのは、これはまた面白いですね。自立した人間で迷わないでね、しっかりしてるかって そうじゃない、逆なんだよね。自立しているがゆえに常につきまとう迷いとか悩みとか、たまに喜びとかね、でも喜び1回にね、悩みが199回という、こんな感じですよね。でそんなもんなんだよと。でね、この圧倒的な悩みとか迷いにね、たまに喜びがあるっていうね、こういうものって皆さんもうこれ聞いただけで分かるでしょ。これなんかの形にすると芸術になるじゃんってね。迷いだけだと芸術にならないんでね、でも 1% ぐらい喜びがあると芸術になるでしょ。文学作品できるでしょ。99の悩みとね、1のね喜びとかね、これ文学になるしね、音楽にもなるんですよね。でね、こういうような考え方が世の中にわーっと広がっていくわけですね。
みんな自立した人間でなきゃいけない。ところが自立した人間というのはもう大体ほとんどが迷いと悩みとね、でたまに喜びがあるっていう、そういうもんなんだよ人生っていうのは。で世の中も大体こういう形でできてるんだよっていうね、世の中も大体ね、いろんな苦悩だとかなんかがあってね、たまに世の中全体としてパッと明るいこともあるっていう、そんなもんだよってなると、それそのものが芸術作品になっちゃうわけですよ。それをうまく洗練して文章で書いていくと文学になるし、絵に描いていくと絵になっちゃうし、音楽で描くと立派な音楽ができちゃうって、こういうことなんですよね。だからまあ皆さん考えてみなさい、あの世界の非常に優れたあの芸術的な絵画とか彫刻っていつできたかっていうとね、大体でしょうこの頃なんですよね。あの今から200年ぐらい前からもうちょっと後の時代までなんで、最近できなくなっちゃったんですよね。であの音楽家について見ると、例えばそういうふうな作品を描いた人って見ると、まあ、ハイドン、そしてモーツァルト、すごいですね。モーツァルトってね、あれですよ、あのこの間もね、ちょっとモーツァルト愛好会の人が話したら驚かれちゃったけども、モーツァルトの一番すごい最高傑作っていつ頃書いてたかって、フランス革命の頃書いてるんですね。でフランスか、あの人はね優雅な人だからね、あのヨーロッパをずっと旅行して歩いて、それであの非常に優雅な人と付き合って優雅な生活してたから、ああいうあの綺麗な音楽ができたと思ってるでしょうと、全然違うんだよと。彼は実はものすごい悩みを抱えていて、それですごいね、この悩み大きい社会の中を点々と放浪していて、その中からあの掴んだ人間のかすかな喜びなんかを作品に書いたから、ああいう綺麗な音楽ができたんだったら、はあ、それは考えてみなかったと言われちゃったんですが、あのそんなもんなんですよね。からあのヨハン・シュトラウスですね、昨日だったかな、今日土曜日か、昨日か、ララククラシックっていう番組やってましたね。ご覧になった方いるかと思います。あの私彼がね、あの美しき青木のなうっていうのは、あれはあの私が、まあ、見に行った時もそうでしたし、あのまた別にあのドナウが見に、ウィーンに行ったついでに、あのドナウが見て、なんだ切ったねえかわってね、言って行きたいです。そうなんですよね。でね、いろいろ調べたら、あれね、あの100年前も150年前も今のように汚かったんですって、ええ、で、あのでだからあの汚くて、あのドブみたいなね、ドナウが割っていったら、これじゃあの世の中の人みんなね、あれですね、あの力湧いてこないわけですよね。もうほとんど悩みばっかりで、で実はあの美しが浮きドナウが書かれたのが1867年なんですよね。でその前の年に、実はオーストリア、あのウィーンのね、お都とするオーストリア帝国はあのプロイセンと戦って負けちゃってるんですよね。で敗戦後の、まあ、日本でいうと昭和20年の9月頃っていう感じ、ね、9月か10月か11月か、ああいう状況はもうめっちゃくちゃになっちゃって、どうしようもないっていうね、もうウィーンの街が瓦礫になっちゃってるっていう、そういうようなところでウィーンの人たちの気持ち、もう99の悩みとか混乱とかね、苦悩の中に 1% ぐらいのこの、この希望をね、あの持たせたいっていう、それでもってね、あのみんな期待するわけですよね。その期待に応えられなければいけない、才能がなきゃダメなんだけど、たまたまあのヨハン・シュトラウスっていう男は才能があったから作っちゃうわけですね。そしてできたのが、いまだにもう150年経った今もですね、もう世界でも圧倒的な名曲として残っているあの美しき青木ドナウなんですが、あんなもんなんですよね。でああいう作品がどうしてあの頃いっぱいできて今生まれないのかっていうのは分かるような気がするでしょう。つまりやっぱりね、あの近代的な社会がとにかく生み出されて、近代的な個人が出てきて、そしてその近代的な個人というのは実は、圧倒的な悩みの中にちょっとだけ希望を持って生きているような、そういう人なんだというね、これをですね芸術的に表現しようという人がまあそこそこあちこちにいたし、そういう芸術を期待している人がまたもっとたくさんいたんだという、これがああいう作品をあの当時生み出させてたんだということなんですよね。であのところがあの現代はどうなのかということですが、あの自分で考えないとかね、自分の意思では動かない、ね、あの自分で考えない、社会の体制に従っていくとかね、自分の意思では動かないで、会社だとかあるいは学校とか社会で決められたことを
学んでその通りやるとかね、それから結果に対しては自分で責任を取らない、上司が悪いとか、うちの組織が悪いとか、社会が悪いって言って自分の責任いるでしょ、これね、結構ね、こういうふうになってくる、これが大衆なんですよね。で、近代的な個人が大衆になっていっちゃうんですね。で、実はハンナ・アーレントもこんなふうな感じでね、捉えてる向きがありまして、やっぱりね、近代的な個人からね、単なる大衆になり下がっていっちゃうっていうね。そうなると、例えばイエルサレムでのアイヒマンなんかもね、そうだったっていうふうに理解するわけですよね。アイヒマンは単にその自分で考えないで、もう単にこの上からの命令にひたすら従っただけだとかね、それどうして悪いって言うわけですが、それが悪いんだってことをお前分かんないのかったら、いや俺のどうして悪いんだって、こ逆にこうアイヒマン言うわけですよね。こういうふうになっていっちゃうっていうわけですね。で、このね、まだね、ラジオもなければましてテレビも何もないような時代ですね。でも会社に勤めて、ベルトコンベヤーが動いてますよね。で、会社には就業規則があって、そのルールに従って例えば一斉に9時までには来て、所定の位置について仕事をして、それでその会社が決めたルールにしたんで、つまり自分で考えちゃいけないんだよな。俺はここのところこういうふうに作業したって、それはいけないんです。もう自分の意思じゃなくて会社の意思に従って作業をやって、そして会社が終わりしたら終わって家帰っていいと、こういうような生活をしている中で、だんだん自分で考えない、自分で行動しない、自分で責任を取らないっていう人が育ってきちゃうわけですよね。で、もうすでにこれだけでもファシズムの元になるようなものがあるんですが、その後にですね、ラジオが出てきて、ラジオっていうのはこれに拍車をかけるわけですね。もっと拍車をかけるのはテレビですよね。さらに拍車をかけるのはパソコン、そしてスマホってことになりますね。で、ファシズムが1920年代から30年代に、の工業化の進んだところで生まれてきたっていうのは、やっぱりそれなりの訳があるんですね。パクストンの本にも書いてありますが、ファシズムというのはなんとね、イタリアとドイツで出てきただけじゃないんだと、ヨーロッパ中でファシズムは起こってたって言うんですよね。だけどそのうち本当に政権を取るところまで行っちゃったのはイタリアとドイツだけだったというわけですが、まあそんなもんでしょうね。で、でもヨーロッパのまあこれといった国はもうほとんどファシズムが大なり小なり運動が起こっていたという。でもじゃあ、でここから先はパクストンも書いてないところで、ここからもう僕がもう自分で考えていることなんですけども、どうしてじゃあね、そういうふうなものが出てくるか。これやっぱりね、みんな同じようなことをするよ、同じように仕事をする、同じように学校に行く、それで学校行ったら同じようなことを習うですね。例えば日本の場合でもそうですね。北海道の小学校に入った子も沖縄の小学校に入った子も同じことになってるわけですよね。使ってる教科書も大体似てるわけですよね。でもだんだん大衆ができてきちゃうでしょ。もう子供の時から大衆として育てられていて、近代的な個人として育てられてないんですね。で、学校の先生は学校の先生やってこられた方も、あるいは今もやってらっしゃる方いるかもしれないので、悪いけどもね、私もやってたからあえて言いますけども、学校としてどっちを大事って教えるかって、あなたなりの個性を大事にするってことと、学校のルールに従って、ちゃんとルールの範囲で行動すること、どっちを学校の先生は優先して教えてるかって言ったら、あれでしょ、学校のルールの方でしょ。で、こうなってる生徒はですね、初めは嫌だなと思って、もうだんだんやっぱりね、学校ならそういうところだと思うと、それに従っていっちゃうわけですね。で、会社入るとまた会社のルールに従って、給料もらえないからしょうがないっていうんで、また従っていくっていう、こうして自分で考えて自分で行動して自分で責任を取るっていう人がだん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 こう減っていくわけですね。つまり近代の初頭においては、その近代的な個人、自分で考え自分で行動して自分で責任を取るっていう人がこうたくさん作られていきつつあったんだけど、それが資本主義が発展していく中でだんだん逆に減っていくようになっていくっていうね。それで近代社会は発展してると思っているけども、発展してるのは何かったら貨幣経済が発展して商品がたくさん出回ってっていう、そういう意味では発展してるんだけども、一人一人の人間の生き様を見ていくと実は後退してるんだっていうことを誰も気がつかないっていうね、こういうふうな状況が進行していたんだということ。
これがですね、1920年代から30年代になると、いろんな国でファシズム運動が起こっていく理由になるし、中には突発的に本当に権力を取るところまで行っちゃうような国が出てきてもおかしくない。で、実際にそれがあったと。それがイタリアとドイツだった。ムッソリーニのイタリアとヒトラーのドイツだったと。こういうことなんですね。で、まあ8ページ、もうこれあと読んどいてください。トクビルがアメリカを行ってね、アメリカ19世紀の前半に行ってるんですよね、トクビルって。それでね、19世紀の前半で、この人すごい頭のいい人ですね。こんな早い時期にアメリカに行って、まあ、リンカーンよりもっと前の人ですから、前の時期ですから、みんなね、アメリカ人はね、自分で考え、自分で行動してやってるかと思ったら、そうでもないらしいぞっていうのがね、このトクビルが見て驚いてるっていうことで、分かるかと思います。もっと詳しく知りたければ、このアメリカのデモクラシーについてっていう本を、最近新しい訳が出てますから、ご覧になってください。あと、イスパニアの場合ですね、についても同じです。ちなみにとか、何度もいろんなところで話してるけど、またって言われるかもしれない、よくスペインって言ってる国のことですね。スペインってよく言うけども、あそこの国って誰も自分の国のところでスペインなんて言わないんですよね。エスパニアって言ってるんですよね。それでエスパニアって言ってるんだけど、なんでスペインになっちゃったかというと、ライバルが、強烈なライバルがいまして、それにイギリスなんですね。イギリスはもうあの国は嫌な国だと、つまりあんな国がのさばってるから、イギリスがね、世界の海を支配できないんだというんで、それで無敵艦隊とイスパニアのですね、戦ったりなんかしたという、そういうようなこともって勝てなかったんですよね。そういうような歴史があるもんだから、イギリスっていうのはすっごく恨みを持ってまして、その恨みを持っている人っていうのは、こう短くして言うっていう習慣がありますよね。例えばアメリカに私行った時ね、ジャックと言われたら、あ、こいつは日本人とか嫌いなやつなんだなってすぐ分かっちゃうね。で、日本に対して好感持ってる人はジャパニーズっていうね、あるいは、この国の、一番好感持ってくれる人は日本って言ってくれると思うんですが、そういうのにしてもね、ジャパンって言ってね、言ってくれる人は、そんなに、悪意のない人だなって分かりますが、ジャープと言われたら、こいつはね、ちょっと近寄らないがいいなと、日本嫌いな人だなって、これ、大体ね、嫌いなものっていうのは縮めて言う癖があるんですね。で、エスパニアっていうのの、一番最初のエっていうのを取っちゃってるから、最後のイヤも取っちゃうと、スパンだけ残りますね。で、スパンを英語の場合には、アっていうのをエイって読む癖がありますから、そうするとスペインっていう言葉が出てくるわけですね。だからもうあれ聞いただけで、これイギリス人がこの国いかに嫌ってるかっていうのは、もうそれ聞いただけで分かっちゃうっていう。だから私はスペインという言葉は使わないようにしてるんですけども、とにかくイスパニアっていうね、8ページです。で、ここの国のケースについても、これはご覧になっていただければ大体分かると思いますので、ご覧になっておいてください。 で10ページの方に行きたいと思います。で、現下の欧米の動向をどう見るかっていうことですね。で、最近の問題、ずっと1920年代から30年代というのは、さっき見てきた通りで、維持といじめられたドイツですね、いじめたイギリス、フランスに対する恨みというのが強まっていったという、そういう話をしました。それに加えて、国内で失業だとか、生活苦だとかですね、そういう問題があったと。で、もう圧倒的なインフレですね、最終的に1兆倍までいっちゃうというですね、信じられないですね。インフレは2倍とか3倍聞いただけの我々とんでもないと思うんですが、1兆倍ですからね。お札をね、枚数で数えないでグラムで、数えるというぐらいとこまで言っていた、そういうドイツの状況などを含めて、あれがファシズムになっていったという話をしました。で、ああいう状況に比べると今は違うでしょ、だからファシズムは関係ないでしょっていう人もいるかもしれません。だけどそうじゃないんだっていうね、やっぱあの当時と今起こっていることとは違うんだけども、違うなりにですね、やっぱりね、でも見なくちゃいけないことがあるんだよということはですね、それをちょっと見ておきたいと思います。一つは移民問題ですね。これはもう皆さんよくご存知の通りで、これはね、民族意識を刺激しますよね。で、かつてイギリスとフランスがじりじりとドイツをいじめたことに負けず劣らずの、効果があるっていうのが最近の移民問題だと思うんですね。中東とか、トルコ、あっちの方から、ドイツやフランスにどんどん入ってくるっていうあれですね。で、さっきもちょっと触れましたけれども、この英語でいうナショナルですね、
あるいはフランス語でいうナショナル、だからドイツ語ではフォルクっていうんですよね、民族のことをね。でこれがますます重要な意味を持ってきています。で、例えばフランスの場合ですね、フォンナショナルっていうね、今通常日本の新聞ではフランス国民党っていうふうに書いてあります。でナショナルを国民って訳してるんですね。今日もちょっと前半のお話やったように、ナショナルをある時は国民、ある時は国家、ある時は民族ってね、適当に訳して、あんまり考えないんでみんなね、あれこれ訳してるんですが、元の言語が一つである以上は一つの日本語に当てるのが正しいだろうっていう私の信念から言って、いろいろ考えた結果、これはねフランス民族党っていうふうに訳すといいんではないか。そうするとね、この党の本質がよく見てくるんですね。ルペン党首の言ってることをやろうとしてることが、フランス国民党って言ったらなんとなくボケちゃうんですよ。だけどフランス民族党、あ、やっぱりフランス民族なんだ、フランス民族でないやつはね出ていけ、こういうような、あ、こう気持ちが込められてるってことが読み取れますよね。でオーストリアの場合には、オーストライシェ、フォルクスパルタイですね。これフォークスパルタイっていうのは、これはオーストリア国民党って新聞には載っています。でも国民党じゃなくてオーストリア民族党ってやると、これもよくわかるね。オーストリアがドイツ民族以外の人に侵されてきてるってことに対する危機感を持って、そういう党の名前をつけているってことが見えてくると思うんですね。で、この党首、フランスの場合にはルペン、それからオーストリアの場合にはクルツが党首ですが、みんな若いですよね。クルツなんか31歳だって言うんだよね。でこんな若いやつがね、だけどどうしてね党首になれるのかっていうと、やっぱりあれなんですね、こういうフラストレーションを最もっていうか、若いがゆえに強烈にっていうか露骨に言いやすいってこともあるんでしょうね。逆にそれがまた魅力になっちゃって、40代50代60代の人も一緒に含めて支持しちゃうっていうことが起こっているようですね。これがもっとね60代70代のおじいさんが言ってたらあんまり聞かないかと思うんですけどね。やっぱこの若い、まあルペンは40歳ぐらいですか、だけどそれにしても、私なんか70代の人間から見ゃ、マリルペンなんて若いね、まだお姉ちゃんそのものって感じですよね。ましてこのクルツなんていうのはね31歳ですから子供みたいなので、私から見ればね子供以下っていう感じでね、そういうのがあれですね、みんなの期待を担えるようになっちゃってるっていうことですね。で並行して起こっているいくつかの不安材料、例えばどんなのがあるかというと、雇用不安とか失業とか、生活不安、それから経済成長が期待できないとか、国家財政は危機的であるとか、労働組合に頼ろうと思っても頼れないとか、こういうようなことですねに加えて、いくつかの不平不満、日常のもう人に言うのもはばかれるというようなね、不平不満がいっぱいあるという、これ最近電車に乗ってるといるでしょう。結構私もね、ずいぶんぶつかれたりね、すぐだいたい見るとわかるね。ちょっと太り気味のね、だいたい年齢は若い男なんですよ。そういうのがね、なんかふてくせられて歩いててね、それで僕がよたよた駅のプラットフォームなんか歩いてるとぶつかってくるんだよね。でわざわざ避けてくれればいいのにぶつかってくる。だからね、ぶつかってみたいんだろうね彼はね。いるでしょうそういうのってね。やっぱりね、ちょっと前までそういう人っていなかったと思うんですが、そういうのが出てくるようになったっていうね。でこれがねヨーロッパではもっと増えてきてるってことだと思いますね。でなんとかしてくれよってことになると思うんですが、移民問題とこの不安材料、この2つですね、2種類、これが相互に引き付け合うように結合するっていうね。移民問題だけだったらそこまでいかない。逆に日頃の不平不満とか鬱憤だけだったらそこまでいかない。だけど移民問題と両方あると一気にぐわーっとこうね、エスカレートしちゃうっていうこと、これが現代起こっていることなんじゃないでしょうかね。それから8番、階級意識に変わる民族意識って、こういうような形で論理を立てる人っていうのはおそらく皆さん聞いたことないと思うんですね。私も聞いたことありません。これ全く私の独自の見解なんですが、なかなかねこのくらいの年になると
ちょっと学会で発表してみたんですけどね、もうお前もう年配だから若い者に譲れとかいうことで発表の機会もなかなかないんですが、階級問題から民族問題へというね、この意識の変換あるいはこの闘争の課題が、階級から民族に変わっていくっていうね、これは最近の非常に大きな特徴だと思うんですね。で、階級問題でものを解こうとする、説得しようとするとか、なんか行動を起こそうとすると大体みんなついてこないんですね。ところが民族問題っていう形でやるとみんなついてくるっていう、これがですね、1960年代70年代頃はなかったことですよね。やっぱり変わってきたというふうに言っていいと思うんですね。あなたはどの階級か、この富裕層のね階級、資本家階級か労働者階級かとか、今あんまりそういうことをみんな意識しなくなっちゃったんですね。で、それよりも日本民族の一員としてどうかって、これ言われるとちょっと黙っておれんなっていうことで、じゃあ動こうかっていうことになってくるっていうね、こういうことですよね。で、こういうこのどういう意識をかきたてるとみんなが動くかっていうところに大きな変化が起こって、まあ一昔前はね、日本民族としての意識をなんて言って、お前何を言ってるかっていうことで、まあ、相手にされなかったと思うんですが、逆に今意味を持ってくれるようになっちゃったっていうねことだと思うんですね。で、10ページの下の方をちょっとご覧ください。階級的一体感とか階級的連帯とか、階級的団結よりもはるかに強力な力となりうるのが民族的一体感とか民族的連帯とか民族的団結で、日本の場合にはまだ薄いと思います。これがね、今ヨーロッパで非常に強くなってきていると思うんですね。アメリカでさえそうなんですよね。で、階級的一体感とか階級的連帯とか階級的団結を持たない現代の大衆にとって民族問題は自分たちの不満を発散させる上で格好の材料になっているということなんですね。で、それをちょっと詳しく見てみたいと、これ2つあるんですね。1つは民族独立運動の隆盛です。で、イギリス行ってもですね、今階級問題とか階級に関する運動をやろうとしても大体みんなついてこないと思います。でもスコットランドに行ってスコットランド民族の独立問題って言ったら、もうスコットランド中の人がついてくるっていうね、まあスコットランドで言ったら大げさかもしれないけどね、だから北アイルランドなんかでね、まあちょっと今引いてますけども、一時はすごかったですよね、ロンドンデリーなんかね、それから、今すごいのがカタルーニャですよね。イスパニアの一部とされていますけども、カタルーニャの人たちにしてみると、俺たちとマドリード周辺にいるやつとね、民族が違うんだっていうわけですよね。で、マドリード周辺にいる人たちっていうのは、あれは昔のラテン人、つまりローマ帝国時代のローマ人の子孫にイスラム系の血が相当混じっちゃった人なんです。それに対してカタルーニャにいる人たちというのはどういう人かっていうと、イスラムの血が混ざってないんですよね。だからカタルーニャの人からすると、俺たちこそね、ローマ帝国時代の、つまり2000年も昔からのですね、正当な民族なんだって、こういうプライドがあるわけですね。それに比べると首都のマドリードだとかのとこって、あの辺りにいる連中はね、あれはいい加減なね、スパニッシュなんだと、こういうわけですね。だからあいつらと一緒にはやっていけない、だから独立するっていうのが彼らの言い分なんですけども、マドリードの政府としては何を言うかとんでもないと、こういうことで今もうカタルーニャの議会ではもう独立宣言と言ってますよね。で、これが次に国民投票の段階に入るわけですが、今大変な問題になっていると思います。で、この問題はいずれ、同じイスパニアの国内のバスク地方の問題にも広がっていくでしょうね。バスクっていうのはこれまた全然違いますよね。バスク人っていうのは本当にどこから来た人かわからない人らしいんですよね。バスクの言葉っていうのはヨーロッパ中探しても同じような言葉を喋る人がいないですね。で、カタルーニャの人の喋ってる言葉っていうのは昔のラテン語を見ておくと大体わかるんで、ああなるほど、こいつらはローマ人の子孫なんだなと、イスラムの血なんか混じってないやつらだなっていうのは大体言葉を見るとわかるらしいんですね。ところがバスクっていうのはそれ調べても出てこないって言うんですよね。だから
逆に言うとバスクの人たちはプライドが高いわけですね。俺たちこそ本当に一番最初のね、あのラテン人が征服するもっと前の、あの、まあ、ヨーロッパ人の、まあ、源流にあたる人間なんだっていうプライドがあると思うんですね。で、あのバスクがそれがね、またね、あの町が汚いとかね、あの社会が乱れてるんだったらあんまり偉そうなこと見えないんですが、あのイスパニアという国の中で一番ね、町が綺麗で秩序正しく世の中が動いてるのがこのバスクなんですってね、バスク地方なんですって。だから余計そうなんですよね。俺たちこそ本当のね、この地域にいるもう昔ながらの正当なヨーロッパ人の子孫なんだというプライドがあるから、そう簡単にはね、イスパニアの、ね、一部だなんて言わないでくれっていうことになると思いますね。でこういう意識が前はそんなになかったんですが、これがね最近高まってきたってことは、やっぱりあのあれですね、あのこの民族問題となると、でいろんな問題を民族問題と引っ掛けると盛り上がるっていう、そういうことの結果だと言っていいと思いますね。それからね、もっとすごい例がね、これですね、ソビエト連邦の解体なんです。もうあの今となっては、もう十数年も経ってしまったので、ちょっと半ば過去の話に投げかかっていますが、あのソビエト連邦の解体ですね、例えばウクライナもソ連の一部でした、ベラルーシもソ連の一部でした、あれみんな全部今別の国になっちゃってますよね。で、ああいうふうになってったっていうのもやっぱりあれですよね、あのいろんな民族が一緒になって一つの大きな国家を作るっていうことに、あの耐えきれなくなっちゃったっていうことの結果なんですよね。それがソ連の解体というね、あの、まあ、ソ連の政府自身がいろいろ問題を抱えたこともあるんですが、それでもね、あの民族問題がなければ、あんな大きな国家の解体までいかなくたってよかったのにね、解体までいっちゃったっていうのはやっぱりそうですね。からもう一つ性格が違いますが、イギリスのヨーロッパ連合 EU 離脱もそうですね。やっぱり あんまり大きな一体となってやっていくっていうんじゃなくて、俺は俺、お前たちはお前たちでやれと、そういうふうな生き方をしたいっていうのが、こういう形で表れていると思うんですね。まあ総じて一言で言うならば、民族意識が高まっているっていうことですよね。だからもう一つが、あの流入してくる移民とか難民に対する排斥運動という形で出てくる。これはもう皆さんニュースでよくご承知の通りです。で一方では独立って言って、他方で入ってくるやつはダメっていうね、この二面の運動が起こっているってところに現在の特徴があるんですよね。で、階級問題だとみんな盛り上がらないんだけども、民族問題っていうと盛り上がって、その民族問題が今言った2つのタイプの運動で、どん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 進んでいって、これはちょっと、簡単には収まりそうもないっていうのが現在の情勢だと言っていいと思うんですね。で、11ページの後半、もうちょっとで終わりますから、リセットの時代、破局の時代の到来ということですね。ちょっと簡易なことを言ってますけれども、まああらゆるものには終わりがあるっていうね、私もこの頃自分のね、もう俺の人生もそろそろ終わりが来てるなっていう感じるんですけどね、今こうやってね元気そうにやってるんで、さっきも元気そうですねなんて言われちゃいましたけど、結構うちにいるとだらしなくてね、もうほとんど病人みたいな生活してるんですよね。で人前出た時だけ元気やって、それでダメになるっていう。でね、やっぱりね、まあ終わりっていうのはあるもんだなということをね感じざるを得ませんね。そしてじゃあその終わりがあるのはまあいいとして、その終わりっていうのはどういう形で来るのかっていうことなんですね。で終わりっていうのはリセットという形で、ね、便利な言葉ですね。つい最近までパソコンが普及するまでリセットなんて言葉は日本人知らなかったと思うんですが、私も知りませんでしたけども、なかなかあれですね、チャラにするっていう、そういう形で終わっていくんですね。で今このいろんなところでリセットが始まりかかってるっていうふうに見ると、現代の世の中の情勢をよく見ていくことができるかと思います。現代のアメリカではですね、リンカーン以降のアメリカ全体ですね、リンカーン以降ということは、まあ、ざっと150年、今日ですね、そのくらいの、ざっと150年のアメリカの歩んできた道全体をリセットしてくれと、それがトランプに課せられた課題なんですね。で今のアメリカ人の大きな願望は、もっとグローバリゼーション、もっと生産力を高めてね、もっと
高速道路も作って、もっと新幹線みたいなのができてというようなアメリカじゃないんです。今のアメリカ人が希望しているのはリンカーン以前のアメリカに戻りたいんですね。リンカーン以前のアメリカっていうのはどういうことかって言ったら、素朴でもいいからね、とにかく象徴的な例で言うと、まあ、皆さん大体わかるでしょうね、大草原の小さな家ってありましたよね、ローライン・ガルス一家の物語っていうね、ああいうあの頃のアメリカは良かったよねと、あの当時のアメリカに比べて今ね、グローバル化も進んだし、科学技術も進んだしね、建造物もたくさんできたしね、それからお店行ったらいろんなもの売ってるけどね、じゃああの当時のローラーたちと私たちとどっちが幸せ、圧倒的にローラーたちの方が幸せだったんじゃないのっていう、じゃあねもう一回戻れないかねと、その時にね何をするかって、今のアメリカはリセットしてくれっていうかね、まあ、ちょっと昔にねこのパクストの翻訳書の後ろにもちょっと書いておきましたけどね、あの頃ね自民党をぶっ壊してやるっていう総理大臣が出てきて結構喝采買っちゃいましたね。僕はあの言葉でこんなむちゃくちゃなことをね党の党首が言ってねいいもんかと思ったけど、意外とあれが人気になりましたね。でね、あのもんなんですね、ある程度成長して発展してやることをやり尽くしてくるとぶっ壊してやるっていう人に対するすごい期待っていうのが盛り上がっちゃうんだっていうことですね。そして今アメリカはそっちなんですよ。でヒラリー・クリントンだとちょっとお上品すぎちゃってね、でまあエリートですからね、もう典型的なエリートですから、で弁護士でね、そんな人じゃなくて何をやりだすか分かんないようなトランプの方がむちゃくちゃなことやってくれると。でね、むちゃくちゃなことやって世の中混乱して困らないのか、いや困らないと、だって俺たちアメリカ人なんだね、自分のことは自分でやるんだっていうね、自分で考えて自分で行動して自分で責任を取る、だからただね俺ができないのはアメリカ社会全体をぶっ壊すこと、これだけはできないから、これはトランプやってくれと、あとトランプがぶっ壊してくれた後にどういうふうなこの地域の社会を作っていくかは俺たちが自分でやる、でもトランプがぶっ壊してくれないとそれもできないじゃないか、だからあいつに期待する、これがですねトランプが当選したわけだったんですね。でまあアメリカに典型的に現れたんですけども、今大なり小なりヨーロッパ各国でもですね、でそのうち日本でもですね、とにかくぶっ壊してくれとある程度いうのは出てくると思うんですね。子どもたちいるでしょ、学校なんか火事になってもう一枚言えばいいのにってね何を言うかとんでもないって先生はね、私もね小学校の6年の時かね、じゃあ本当に火つけちゃおうかってね、教室にねクラスの男の子5、6人で火つけたことあるんですよねもうカンカンになって怒られましたね先生にね。でもちろんねそんな簡単に消せるのは分かってたからね、いや先生ちょっとね脅かしてみたかっただけだよって言ったらね、何を言うか、お前はね学校がおかしになったらどうするんだって言ってね、学校がなくなって授業がなくなるといいと思ってるのかとか、ものすごい怒鳴られたことありましたけども、ちょっと悪い子だったんですね。それででも気持ちよく分かりますね、学校がなくなっちまったらね、こんなつまんない授業をね毎回毎回聞かなくていいし、体育の時間にね体操に着替えて運動場に出てつまんねえ体操なんかやる、そんな時間外行って遊んでる方がいいじゃんっていう、そういうね感覚、これ子供だけじゃなくて大人にもあると思うんですよね。でそういうのがだんだん芽生えて膨らんできちゃうっていうことですよね。で今そういう状況の中で、あんまりちゃんとしたやつでないのがいいっていうの。オーストリア31歳のクルツがですね、意外と第一党の党首としてですね、第一党になっちゃって、それからルペン、僕から見ればまだ子供みたいな若い女の子がですね、結構もしや大統領になったらなんていうふうなねところまでまだならなかったけれどもね、行くっていうのはやっぱりね理性的な、ちゃんとした男じゃダメなんですよね。じゃないちょっといい加減な無鉄砲なやつにやらせたい、これがね若い者に対する期待っていうね、世界全体に今政治家って若返ってるっていうのは分かります。日本でもそうですね、この間選挙ありましたよね、ちょっと前にね夏に、であの時見たらね、あんなんだこの頃もみんなね立候補する人みんな若いやつばかりになってきちゃってね、僕からすると子供みたいなやつがみんな出てきて、もう大して能力なさそうだし頭も悪そうだしね、でも
言うことだけは一応立派そうなことを言ってるっていうね。でそういうのが、まあ、当選するかともかくそこそこ票を取るってことは、あ、こいつらにやらせると少し世の中が壊れるかなっていうね、そういう期待なんでしょうね。世の中が本当に良くなると思っている人はあんまりいないと思いますね。どうでしょうね。本当に世の中にしてくれると思ってね、期待してるというよりも少しぶっ壊してくれた方がいいっていうね、こういうところに現代の特徴があるのかなって考えたりするわけですね。そして11ページの下の方ですが、グローバリゼーションなんかに対してですね、私もね、退職の少し前にはグローバリゼーションというのはかなり問題があると、弊害があることなんだということを授業でも説くようになりましたが、そのもっと前は結構早くこういうのに飛びついたものの一人でして、世の中がどんどんグローバル化することによって良くなるっていうようなことをね、学生に話したことがあるんですね。でだけど今のアメリカなんか見るとね、アメリカのためにってやってきたグローバル化のおかげでね、この11ページの下にあるようにアメリカの資本はどんどん海外に出ていっちゃう、生産も産業も海外に出ていっちゃう、で逆に外国人がどんどんアメリカに入ってくると、で、その結果アメリカの雇用が奪われるというようなことが起こってですね、一体何だったんだと、グローバル化なんてね、何もいいことなかったじゃないかというふうな感覚になってきてるってことですよね。でいろんなことに対してこの否定的な意見がどんどん増えてくるってことは、これはもっと一般化して、一言で言うとリセット願望が強まっているということであるかと思うんですね。それから最後12ページ、苛立つ現代の若者たちっていうことでね、俺たちは犠牲者だっていうね、劣等意識とか被害者意識で、成功している人たちを見ると腹が立ってくるっているでしょ、こういうの皆さんの周りにね。で昔はうまくやってる人がいると彼のようにね、あるいは彼女のように俺も頑張って成功しなければって、そっちだったのに今は違うんだよね、そういうの見ると腹が立つっていうね、こっちの方が多くなってるんじゃないでしょうかね。だから一気に解決したいってね、コツコツ努力してそのうち成功するようにって、こう昔から学校ではそういうふうに教えているんですが、そうじゃないんでね、一気に解決したい。でそのためには暴力的でも、それから道徳心ですねとか理性的な判断、こういうのがこうだんだん遠ざかっていく、それから強烈さに惹かれるっていうですね、これもありますよね。激しい音楽とか耳が壊れるほどの 音量とかね、それから、猛烈に速いテンポとかっていうのね、夜中のテレビなんか見てると結構こういうのやってますよね。へえと思ってね、感心して見てるんですが、ご覧になってみてください。夜中の2時から4時の間ぐらいになると結構やってますので、それで高等教育が普及した中で若者文化は展開するんですが、芸術は消滅していってるっていうことだと思うんですね。でちょっと前にも文章を読んでくださった方にはもう分かっていることかと思いますが、ちょっと念のために申しますと、文化っていうのはいろいろあるんです。人が集まってくるとそこに漂っている空気のようなものが文化ですので、例えば悪い人たちばっかりが、ちょっと変な言い方ですけどね、集まると悪者文化っていうのはあるんですよね。だから若い者ばっかりが集まると若者文化、それから芸術家集団が集まると芸術家なりの文化っていう、いろいろな文化っていうのはあり得るんです。で文化っていうのは全部交渉でね、全部近づきがたいものかっていう、そんなことじゃなくて、それぞれあるんだということですね。人が集まるところには文化があるね。日本人が集まるとすごい日本文化ができる、こういうことなんですよね。でところが芸術っていうのはそうじゃなくて、やっぱりそういう文化の中から洗練に洗練を重ねて、いいものいいものってずっと洗練をしていくわけですね。でいいものだけ残して、そうじゃないものを取り去っていく、そういう中で、本当にいいものだけをこう残していって、残ったような、それが芸術っていうものだと思うんですね。ですから、芸術も文化の一つでありますけれども、文化と芸術っていうのはもう全然レベルが違う問題なんだと言わなきゃいけないと思うんですね。で今は若者の間にあるのは文化なんです。文化いっぱいありますね、文化いっぱいある。でも芸術がほとんどなくなっちゃったと言っていいと思うんですね。洗練をするっていうこと自体がこれ一気に解決したいとかね、それから強烈さに惹かれるとかね、
こういうような状況の人たちに文化というのはね、洗練に洗練を重ねてね、もうこれ以上いいものがあって、そういうことをやってやるようなものではなくなってきてるんですね。で、まあ、そういう意味ではこの芸術が消滅して、芸術、その結果芸術家も消滅しているんです。で、最近ね、芸術家って言葉あんまり聞かなくなったでしょう。で、変わって聞くようになったのがアーティストっていう言葉ですね。で、アーティストっていうのは音楽やってる人、絵描いてる人、彫刻作ってる人とかね、いろいろ含めてみんなアーティストになってるんですよね。で、見るとみんなね、猛烈なテンポでね、あの非常に刺激的で強烈でっていう、そういうのをやってる人、これをみんなね、あの芸術家と言われないでアーティストっていうんですね。でね、あのあんまりみんな意識して使ってないようですけど、私ずっと聞いててね、あ、なるほど、アーティストっていうのは芸術家でないような、芸術家みたいな人のことを言うのかなっていうふうにね思ってきて、そうやるとよく理解できる。今アーティストだらけなんですよね。それで、あの夜中のテレビなんかで出てくるのは大体アーティストで、芸術家は一人もいないというね状況になってきてると思うんですね。で、こういうこのアーティストのやっていることっていうのは何かっていうと、一言で言うと発散の文化なんですよね。で、発散っていうのは何かっていうことなんですが、これはね、ずっとルーツをたどっていくと、この発散の文化っていうのはアメリカが発祥の地になってるんです。で、アメリカはじゃあ誰からかっていうと、実は黒人からなんですね。じゃあ何っていうと、実はあのリンカンの奴隷解放が1865年なんですね。そして奴隷解放された人たちが、解放されたけれども事実上奴隷みたいな形で生きるしかないというね、一応憲法上個人として認められた、いや犬や猿から人間になったんですけれども、だけどやっぱりね、実態は犬猿と同じだという、そこにですね、あの奴隷だったら奴隷だったらしょうがないんです、奴隷でないのに奴隷みたいなっていうね、これがね、あの気持ち悪い、許せないっていう、そこからですね、そういう人たち特有の文化が生まれてくるんですね。で、この文化がやがてあのそれなりのものができます。ジャズもロックもあのフュージョンとか、こういったものは基本的に全部こういうとこから出てきてるんですね。白人の、あの裕福な家庭から出てきたものじゃなくて、黒人の中から生まれてきたものが白人にも浸透して、アジア系にも浸透してて、で今日世界中に広がっちゃってきてるということなんですね。で、ずっと源流をたどっていくと、みんなアメリカの黒人に行っちゃうわけです。黒人ですね、あのリンカン以降の黒人に行っちゃうんです。で、結局発散の文化っていうのは、あ、奴隷の文化なんだなっていうことが分かると思うんですね。で、よく考えてみると、皆さんは自分のことを奴隷だと思ってないと思うんですけども、よく考えてみてください。あの結構奴隷みたいな人だと自分のことを思いませんか？あの、って言われるからね、あのつまりね、奴隷とね、奴隷でない人の違いはどこにあるかって言ったらね、自分で考えて自分の意思で行動して自分で責任を取るっていうね、あくまで自我をちゃんと持った上で生きてるような人は、あ、個人、近代的な個人だと思うんです。それに対して近代の奴隷っていうのは、近代のっていうのはくせ者なんですよ。一応憲法上は基本的人権が認められている人なんです。だからそれは、あのだから基本的な人権が認められているっていう、ここが近代のくせ者なんですが、表向きはちゃんとした個人なんです。だけど実態はね、自分で考えることもできない、考えたところで無理だよ、ね、考えない方が幸せだから、自分の意思で行動すると大体怒られたりトラブルになるから、あんまり自分の意思で行動しないで、体制に逆らわないように生きていった方が無難だねっていう生き方をしちゃうっていうね。で、何か起こったら人のせいにする、会社のせいにする、社会のせいにする、上司のせいにするってやっていけば自分は安全ですよね。こういう意味でいくと、近代的な個人のように見えながら、あのよく考えると近代的な個人でないような生き方をしているっていう意味では、こういうのを私は近代の奴隷、あるいは現代の奴隷と言っていいんじゃないかと思ってるんですが、やっぱりね、そうなるとどうしてもね、どっかにフラストレーションが溜まっちゃうんですよね。その溜まったフラストレーションをどういうふうに発散するかとなると、ちょうど1860年代以降のアメリカの黒人たちがやっていた文化と同じような文化をやってみるのが一番ね、やりやすいってことになる。そうするとね、現代の文化の特徴っていうのはよくわかると思うんですね。で、こういうようなところにね、あの例えばモーツァルトだとかね、ショパンとかね、シューベルトとかって出てくるとね、もう全然もうやってらんない、聞いてらんないってなるわけですね。
で、そういう文化は退けられて、それでモナリザとかね、あんなものダメなんですよね、あんな絵なんか描いちゃう、そうじゃなくてもっと簡易な絵を描いて、で簡易な音楽を演奏して、そして、簡易なことをラップ調で喋って、それをですねみんなに聞かせるっていうですね、こういう文化がまあ、広がっていくってことになるんですよね。だから外見は奴隷じゃないのに中身は奴隷みたいな人っていう、これが現代の大衆の特徴、特に若者の間に広がっているというね。12ページの下の3分の1ぐらいのところ、自分で決めたわけではない学校制度に沿って進学し、就職後は自分が考えたものではない就業規則に従って勤務し、で生活はみんながやるように都市生活、例えばアパートやマンションで暮らしって、ずっとこういろんなことをやっていくとね、あれだね、自分で考えて自分で判断して自分で行動してね、そして自分で責任取ってるっていう人の生き方じゃないでしょう。だけどみんな自分で、何でも自分でやるっていう生き方をするんだよって言われながら実際やってないっていうね。でこれがね、俺ってちょっとおかしいんじゃないかなっていうね、このズレですよね。このズレが、何かあった時にですね、わっとどっかにこう吸収されていく。それでそれがですね、このポピュリズムですね。まあ、この体のいい奴隷として生きている。法律上は自立した国民とかいうことなんだけども、実態は奴隷みたいな生き方をしている。それがですね、現代の大衆の中での最底辺というか、しかし非常に大きな部分を占めていて、これがポピュリズムにこうなっていく、もうなっちゃってるとは言いません、だけどポピュリズムになっていく危険で、ポピュリズムっていうのはどういうのかっていうと、これ人によっていろんな訳し方があるんですが、まあ、修具政治とか大衆迎合主義っていうのが一番ポピュラーな訳ですよね。まあ、これについてはこの訳でいいかなと今のところ私は考えてるんですが、まあ、そのうちもうちょっといい訳見つけようかと思ってますけども、まあ、とにかくこういうね、大衆迎合主義で言っていいような、こんな状況にこうね、今の若い世代中心になってきてるというね。でこれが現代の特徴かなということなんですね。まあ、そんなことで今日のお話、ざっと終わりましたけども、これで あんまりこれでまとめたこれが結論だってことはありませんが、皆さんちょっとこれをね参考にちょっとこの世の中考えてみてください。でね、今日話したことはなんだっけ、このファシズムのパクストンのファシズムの解剖学とか、ハンナ・アレントの本だとか、あるいはトクビルの本とか、こういうふうに書いてあることはもう全部今日は触れていません。なのでそれは全部それぞれの本を読んでください。あくまで私なりのですね、見解だけを今日お話しましたので、それから繰り返しになりますけどもね、ほとんどこんな今日かなり簡易なことを言っちゃったかなと思うんですけどもね、この学会行ってもね面白くないっていうかね、もうなんかみんなね優等生ばっかりでね、各大学のずっともう僕なんかからすると若い大学の先生方っていうのはもうお上品なね、教科書に書いてあるようなことをそのまま学科で発表してて、なんだこいつらレベル低いなって思っちゃったりするんですが、まあ、そういうのから見るとかなり過激で、思ってることをかなり言ってしまいましたけども、逆に言うとですね、こういうことを刺激きっかけにして皆さんがねいろいろお考えになってご意見をお寄せいただけると幸いに思います。さてそれで何かご意見とか ご質問とかございましたらどうでしょう。はい、近代的市民で始まって、はい、大衆が形成されて、はい、大衆の次に来る主体像ってまだ見えてないってことだと思うんですけども、はい、あ、今日言わなかったけどね。それで結局戦後の日本を見た場合に、また丸山正雄とか大塚久夫、市民社会論、松下啓治大衆社会論、はい、それから産業社会論、はい、脱産業社会論、はい、で中身で情報化、知識社会、教育社会、いろいろこう出てきますけども、はいはい、社会の像というのはいろいろ議論されてるけど、うん、主体のあり方ってまだ固まってないような気がするんですね、はい、で先生は戦後日本っていうふうに見た場合に、大衆社会っていつ頃形成されたか、で今もその状況って続いてると見ていいか、もう壊れている、引き出してると見ているか、うん、その辺はどうでしょうか。
あのね、もういっぱいいろんなことをね、短い間におっしゃったので、ちょっと、全部お答えするの、あの時間のあれで大変かもしれませんが、あの最も大事なことだけね、先にお話ししますと、あのね、まあ、今ね、大衆社会だと思うんですね。で、あの大衆であんまりね、市民とかなんとか言いながら市民になってないっていう人がね、ほとんどだと。だけど私は最終的に再び市民にならなくちゃいけないっていうね、強い考え方あるんですね。やっぱりね、みんなね、もう一回自分で考えて自分で行動してて、自分の責任のある一人一人の人がですね、だからみんな違ってみんないいっていうね、そういうような人が集まって社会が出来上がってるっていう、そういう社会を作らなくちゃいけない。で、そういう社会を作ろうと始まったのが近代なんですが、そういう社会が完成する前に資本の論理が強くなりすぎて、その結果、市民になりかかってた人が大衆にみんなずれ落ちちゃったというのが現在の状況で、そこからですね、もう一回立ち直らなきゃいけないんだけども、どうやったら、じゃあね、我々もね、僕なんかも含めてね、結構大衆になっちゃってると思うんだよね。その大衆があの市民になれるかっていう道を探るっていう、これが社会科学者の非常に大きな課題であろうと。そしてやっぱり皆さんここにね来てくださったからには、皆さん一人一人がやっぱりね、大衆の一員じゃなくて、他の誰とも違う俺っていうね、その市民として生きていくっていうね、その生き方を見つけていく。で、それをどうやって、見つけていくかっていうことを、みんなで勉強会やったりするのはいいけども、みんなで、こうだって言ったからって、でみんな同じようにやる、それはまた対象になっちゃうから、そうじゃなくてね、勉強会やっていろいろ刺激を受けながらも、自分を一個の市民として、育てていくためには、一人一人の人が自分で考えるしかない、そういうような勉強会を繰り返し重ねていく必要があるだろうかなって思ってるんですね。よろしいでしょうか。まだいろいろあるかと思いますがね、一番大事なことだけちょっと話してみました。はい、じゃあそういうことで、どうもありがとうございました。はい。